宮のメンバーからご紹介します。直近のリーグ戦から10人スタメンを入れ替えてきました。ゴールキーパーは加藤です。関口、浜田、浦上、鈴木俊也のフォーバックです。中盤は清水、高柳、中山、大沢、前線に中野誠也とフルス対戦となるシビルツォク。もうあるから悪かったら退場ですっていう感じですもんね、はい、クロスが来ます。おっとどうでしょうか。クイックリスタート、うん、小沢クロスを入れてヘディング、中野誠也。さあパトリック、ここ危ない、挟んで奪いました。そしてシュビルツォクにボールが出ます。中央には中野誠也、クロスの選択、どんな狙いでどんな球種で来るでしょうか。中央に落とします。パトリック、強い、やっぱりこれや。中柳です。これはブロックされてコーナーキック。まあでも久保選手とかは僕 J3 で藤原試合見たときに動き出してまた大外を狙いましたが、これを跳ね返されます。吉田のクリアでした。うん、中央に入れます。ヘディング、ヨーロッパではもう10代は当たり前ですからね。そうですよ、ちょっとやっぱね、その辺の目線も高めて、まあ、行かないと。おっと、パトリック奪う。これはPK。加藤も大宮育ちのゴールキーパーです。おっと、決まりました。触りましたが脇の下を抜け、あーいいボール、ニアサイド流れてきた、よく触りました加藤です。より良いプレーをしようとしたんでしょうね、はいはい、まあ、繋げれば一番いいんですけど、はい、でもまあ、おいいボール。さあこれに追いつけるか、追いついた酒井、酒井徳義、酒井引きつけてシュート、いやーサイド痛かったな、麻酔が空いてましたが自分で打ちました。シュート、カットイン、もうシュートという感じですかね、まあ、リーグ戦でもなかなか出番を得られていない選手たちが